とね電気が消えちゃって手元のね電気が切れちゃって暗いんですけど、ちょっと明るくなったね。よし、じゃあご飯作っていきます。じゃあ今日はお酒のつまみを作っていきます。よし、砂糖と白だしと、ちょっとたっぷりの生姜で煮る。よし、アスパラ。今日お野菜はアスパラとヤングコーンとアボカドと、あとね、お母さん、今日ちょっとまだ実家に行ってたんで、お母さんからガネをもらって帰ってきたんで、野菜はあとピーマンあるからこれで十分かな。今日は本当に夕方の3時ぐらいに決まったんで、お泊まりに来ることが、もうねバタバタ、まあバタバタって言ってもどうせどうせじゃないけど親族なんでね、そんないろいろ準備する必要もないんですけど、お酒が飲める機会もそんなに多くないんでね、美味しいおつまみを作りましょうかな、作りましょうかな結構、ね、子供たちも好きなので、もう焼くだけにしよう。あ、そうだね、私も一時期をしてた今度ネギがなかった。これはかけるだけでね、結構ピリッとして美味しい、うまピリポン酢。ネギがあればよかった。明太子の卵焼き、美味しそう。ピーマンの生姜に、うん、いい香り。はい、ということで今日のおつまみメニューはイカとアスパラのバターポン酢で、この手羽先は焼いただけ、もうグリルで焼きました。で、ハマチのお刺身と、ヤングコーンとホタテのバター醤油
アスパラのピリ辛ポン酢と明太子の卵焼き、ピーマンの生姜煮とガネです。美味しそう。じゃあ絶対をしましょうか。はい、乾杯。